にちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらの熱帯花木のメディニラマグニフィカという植物をご紹介したいと思います。まあ、こちらですね、葉っぱがすごく大きくてっていうので観葉植物としてももちろん使えるんですけど、まあ、こういったお花が、まあ、まだつぼみなんですけど咲きます。ちょっとね、絵だけなんですが、こう垂れるようなブドウみたいに垂れて大きい花が咲きますんで、まあ、非常に見応えがある植物ですね。で、フィリピン原産なんですけど、まあ、熱帯の宝石なんて言われてるぐらいすごく美しい花なので、まだちょっと出荷数が少ないのであまりお目にかかることは少ないかなとは思うんですけど、まあ、お店にはね、こんな珍しいのも入ってますんで、まあ、実物、まあ、うまくすれば1ヶ月ぐらい経てば咲くんじゃないかなと思うんで、まあ、ぜひぜひね、これを買っていただいて探してもらえるとね、すごく皆さんに自慢できるもんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。